南洋町。南洋町は、ベルサイユ条約によって、日本の委任党治療となった南洋群島、内南洋に設置された、施政機関。所在地は、パラオ諸島のコロール。その下に市長が置かれた。1922年に開設され、1945年の太平洋戦争敗戦時に事実上消滅した。第一次世界大戦が終了し、 ベルサイユ条約において決められた国際規約で1920年1月に発足した国際連盟は常任理事国である日本が AC 式のうち C 式によって南洋軍党を委任統治することをめた。この時アメリカは3位を示さなかったが国際連盟理事会は1920年12月17日に再度全員南洋軍党に対する帝国の委任統治条項の 調印の意思を示し、アメリカも同意した。国際連盟で決められた、指式の統治とは、受任国が委任統治領を自国の一部として扱うことができるが、原住民の統治に対しては、下記の取り決めに従う義務が発生した。なお、原住民には受任国の国籍を与えることが許されず、受任国による委任統治領の完全併合を一定度阻止した。そのため、 公術のように日本人向けの学校と原住民向けの学校で分けられ別々教育が行われるなど二重の制度が存在することとなった。1922年2月11日にミクロネシアに対する委任権が発行し、同年3月に日本政府は総理府の下に南洋庁をパラオのコロール島に設置し、第一次世界大戦後引き続き占領統治を行っていた。 海軍、臨時南洋軍等防備隊から姿勢を受け継いだ。初代長官は防備隊民政部長の手塚俊夫。そして南洋庁は広大な南方海域にわたる623の島を統括することとなった。1924年に南洋庁は外務省に移管された。百二十九年に拓務省が発足してからは、その監督下にあり、一般行政については、 学務大臣の指揮監督を受けた。しかし、郵便、司法、関税などの事務については所轄の各大臣の監督を受けた。南洋軍党は国際連盟の委任統治領であるため、南洋庁は日本の処方令のほかに国際連盟理事会が制定した委任統治条項にも服する義務があった。1933年に満州国問題に絡んで日本が 国際連盟を脱退すると委任統治の根拠が薄くなったが、同年3月16日、帝国の国際連盟脱退後の南洋委任統治の奇数に関する帝国政府の方針決定のを閣議決定し、委任統治はベルサイユ条約での批准事項であることを盾に、引き続き委任統治を行った。一方で、国際連盟を脱退したということで、 委任統治条項は無効であるとの見解を示し、第四条に反式たるべき、対米戦争のために、ワシントン海軍軍縮条約が執行した1936年以降は、各党の基地化、要塞化を推し進めていくことになる。なお、国際連盟への統治に関する年次報告は1938年まで言っている。1942年に外地が広大になっていくに、 伴って、タクムは大東亜省に再編されたため、南洋庁は大東亜省の指揮監督下に置かれるようになる。1943年頃から南方の戦況が悪化し、法人の内地引上げが始まるとともに、従来の六市町から三市町、トラック、パラをサイパンに簡素化される。1944年2月にマーシャル諸島でのクエゼリンの戦い、 エニウェトクの戦い、及びトラック島空襲があり、南洋町下の各島は激戦地と化していった。3月にはパラオ大空襲があり、本町の置かれていたコロール島の市街は空母艦載機による爆撃で7割ほど消失した。同年4月14日の閣議決定、南洋軍島戦時非常措置要項により、軍人を南洋町職員に特別任用すると同時に、 南洋町職員は、軍族となり、コロール島の隣島で、パラオ諸島で最大である、バベルダオブ島のジャングル内に退避する。この時点で、南洋町は機能停止する。1945年8月の終戦に伴い、大東亜省は解体し、南洋町は外務省に移管された。終戦直後に一部、パラオ諸島などでは、南洋町内市政部市長として、 役所業務機能を回復し、法人が集められていたバベルダオブ島内で数カ所に出張所を置き、食料生産などの内政を行いながら、在留法人や沖縄人の帰還を助け軍隊の引き上げから米国主導の姿勢への空白期の行政を補いてんた。1946年2月26日に南洋町長官はパラオを引き上げる。 南洋町東京出張所が南洋町残務整理事務所になり1948年3月まで残務整理を行った。これをもって南洋町は消滅した。南洋町発足時には長官官房、内務部、財務部、宅職部が置かれた。1924年には行財政整理の一環として部政を廃止し、組織を大幅に簡素化。 後に総務課を書務課と財務課に分割。1936年に部政を復活。1942年に交通部を新設。1943年に簡素化。発足時には6つの市長が置かれた。最終的に6市長を3市長に統合。各市長には総務課、経済課、刑務課を設置。第1新法院の地方法院と、 第二新法院の高等法院の二新制度であった。各法院には、検事局が付置された。一般気象観測のほか、上層気流観測、海洋気象観測、地磁気観測、地,観測地震観測が行われた。1938年には、南洋町気象台完成、昭和13年直例第504号が交付され、南洋町気象台として、 南洋町本町から独立した機関となり、トコペ、ヤップ、オレアイ、サイパン、ポナペ、ヤルート、エニュエタック、ロタ、モーグ、クツルー、エンダービー、ピンゲラップに速攻書が置かれた。定員は度重なる完成改正を経て段階的に増員された。南洋町発足当時の植南洋町発足後の増員。南洋町の財政は、 南洋庁特別会計法、対象11年法律、第25号の定めるところにより、予算を執行した。臨時南洋軍統防備隊の頃から、歳入のほとんどを政府からの補助金に頼っていたが、南洋共発の事業拡大によって、同社の納税額が飛躍的に増大したことにより、1932年、昭和7年には補助金依存から脱し、 財政的自立が達成できるまでになった。これは、台湾、朝鮮、カラフト、満州などの本土外支配の中で、台湾総督府に次ぐ財政黒字化の実現であり、また南洋町、設立10年という極端期間での偉業であった。1922年の南洋町発足と同時に、下記の7カ所に南洋町委員が設置され、委長、遺官、委員、薬剤委員、 看護師及び産婆が置かれ、現地人や日本人の診療に当たった。医長、医官、医院を含めた医師は1939年時点で、サイパン医院5人、パラオ医院6人、ヤップ医院2人、トラック医院3人、ポナペ医院3人、ヤルート医院3人、アンガル医院2人の規模であった。また、南洋諸島における疫学調査や地方病の調査研究なども、 積極的に行われていた。独自に南洋町警務課によって、南洋軍島地方病調査医学論文集が九百三十三から九百三十九年間に刊行されており、岡谷昇、長崎協産、藤井田もや、各党の委員に飛び石勤務していた、サメシモムネオ医学博士らが、講義に、ミクロネシア人、競技に、マーシャル人等格闘職域現住民における、医学的、 疫学的、人類学的な調査結果を報告している。なお、トラック委員とトラック島で発生したトラック事件、トラック島海軍第4病院とは全く関係が、ない。日本人男子のみ、修行年限5年、日本人女子のみ、修行年限4年、修行年限3年、日本人向け、尋常化と高等化を、設置、1941年度より、 国民学校に解消。特に記載のないものは1922年設置。当民向け、本科、3年と補修科、2年を設置。特に記載のないものは1922年設置。本科は義務教育課程で8歳前後に入学。主たる教師は、基本的に、日本人であった。本科で優秀な成績を収めた者が、さらに補修科へ進む。割合としては、 本家家庭修了者の3から5割程度。本家では、内容調高学校規則に従って、内容庁が発行した教科書、内容軍統国語特本を持ち、国語教育に力を入れながら学校教育を行った。当民向け、1926年にコロールに解書。補修科で優秀な成績を収めた者はさらに、木工指定要請書に進んだ。 南洋軍統全域から17、18歳から23歳程度の優秀な生徒を集め、ほとんどがパラオ人であった、制服や小遣い程度の金を支給されながら、建築や日本語教育を受けた。戦時下には、当民公院養成所となり、タイヤ校、自動車機械校、電気校等なども養成したなお、現在のパラオ地域短期大学の前身でもある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。